航空公天大学駅は、中華人民共和国領年賞、新陽市新北新区に位置する、新陽地下鉄2号線の駅。駅名は、付近にある、新陽航空公天大学から命名された。当駅は、川のマサージと新北路の間の、道義南大街の両側に位置し、地下1階は、駅コンコース、地下2階に島式ホーム1面2線がある。当駅と、 市販大学駅の間に引き上げ線が設置されており、折り返し運転や電車の一時留置に使用されている。2013年12月30日の駅開業後、すべての電車は折り返し運転のため、全運路方面のホームのみを使用していた。鎌田路方面へのホームには、大航空港天大学、天端と表示されていたが、乗客には解放されていなかった。 2018年1月8日、19時50分から終電まで、鎌太郎方面ホームで乗客をすべて降ろした後、鎌太郎駅まで試運転を行った上、折り返しを実施。2018年2月4日から4月7日までの間、終日鎌太郎方面のホームで降車、全運動方面のホームで乗車を実施。2018年4月8日に2号線北遠心第2機の、 延伸開業とともに、鎌太路方面ホームの正式使用を開始。以後、当駅始発電車は、6時発全運路駅業がある、のみである。駅には3つの出入り口がある。当駅付近は、道義南大街と、浦正寺の交差点に位置し、正義地区から、新北新区南部までの商業の中心地である。駅付近には、新洋石加工物中心、福、 つい傾向物広場、下順満や道義店などの商業施設があり、平日においても人出は多い。また、新洋航空公典大学と新洋航帝学院が、駅付近にあるほか、都来市大地区にある複数の大学と専修学校、輝山地区にある東北育災総合学校、新洋第二中学などを結ぶ路線バスがあり、週末、祝日、夏冬季休暇のたびに、 多くの学生が利用をするため、当駅の利用者も1年を通じておい、ありがとうございます。